選び放題。はい、とりまンチャンネル始めていきたいと思います。4月26日水曜日。はい、えー、今日はですね、朝からですね、えー、まさかの、えー、そびさんのね、TikTok ライブ。えー、これはね、あの、月曜日に、えー、一度ね、生配信夜やってたんですけれども、まあ、それ当然ね、私働いてますので見れてなかったんですけれども、まあ、それがね、あの、11時から12時まで1時間ね、アンコール再配信をしてくださっててですね、まあ、それをね、えー、1時間ね、堪能できたんで、 めちゃめちゃ朝からね、テンション爆上げで、まあ、悪だったのはね、ラストのね、推しの子にも採用されてる新曲のね、アイドル。ねめちゃめちゃ難しい曲なのにね、息継ぎなしでね、もう本当に音源ね、そのままのね歌声で歌い切ってたのがね、すごいなぁと思いましたね。で、テンション爆上げになりましたというスタートからだったんですけれども、まあ、そんな中ですね、 えー、大卒のね、有効求人倍率がね、1.71、えー、だったそうでね、えー。驚きですよね。これね、えー、どんな感じかと申しますと、まあこんな感じですこれ2020年までの表ですけれども、えー、バブルの時でもね、1.43。で、まあ人手不足ね、えー、流行り山以前の一番やばい時でも、 1.62ということなので、えー、ね、流行り病のね、ちょい前、2019年、まあ、18とか19年っていうのは、本当に、えー、人を取ることがね、まあ、困難だというね、感じになってましたけれども、まあそこからね、流行り病で一にこう、どーんと落ちて、まあむしろ人余りみたいなね、感じになってた時もありますけれどもね、えー、過去ね、バブルの時より、えー、人手不足がね、えー、加速しているというか、 まあ本当に逆に言うと今のね、えー、若い子はもう本当にエフラン大学だったとしても本当にね、大手企業に入れれるような感じじゃないかなと思いながらね、頑張れば。はい。ということで、もう本当にね、仕事を選び放題だなという感じなんでね、本当に羨ましいなと思いますけれどもね。えー、かたやね、我々が、えー、やってたね、就活、いつかな、えー、1998年。 えー、入2001年からね、えー、2002年ぐらいかな、えー、0.56ですよね,、えー、ね、どれだけ厳しかったかがよくわかる、ね、数字となっておりますけれども、えー、かたや、ね、1.71ということなんでね、本当にね羨ましいなと、もうロスジェネとかね、まあ、ゆとり世代の時のの、ね、求人倍率をね、本当に。 差がありりまくりでからね、もうこればっかりはね、あのー、その時の、ね、時代背景とかね、もう運によるものが、えー、なりますけれどもね、本当、なんか切なくなりました。はい、氷河期世代としてはですね。はい、えー、というわけでね、もう今の若者はね、本当選び放題なので、えー、幸せだなと思いましたというね、お話でございました。はい、で今日ですけれどもね、まあ、昨日までね、連勝で、えー、めちゃめちゃね、えー いい感じだったんですけれども、今日はね、えー、めちゃ暇でした。はい、終了です、はい。はい、というわけでね、連勝も止まりまして、えー、まあ、今週末から、えー、一応ね、ゴールデンウィークがスタートするということなので、まあ、今日ね、あのたまたまご来店くださってたね、おろしの方とね、社長さんとお話ししてたんですけれども、えー、どういう流れになるか全く読めないよねというね、お話をされておりましたけれどもね、まあ、本当に、 うん、忙しいのが暇なのか、要はまあ暇ってことはないと思いますけれども、えー、並びがね、大体この間の動画でもね話しましたけれども、大体5連休の方が多いそうなんで、まあ、ゴールデンウィークの後半戦がメインとなると思いますので、まあ、前半戦はねどんな流れになるのかなというのを全く読めてこないので、えー、どうなるかなっていうね、まあ、一応準備はしますけれども、まあ、仕入れとかは、ね、難しいし、まあ、業者さんとかねお休,みのお休みに入るところもありますのでね。 非常に仕入れがね、難しくなるなというような感じです。はい。まあ、というわけでね、週末、金曜日ぐらいからね、ちょっと忙しくなればいいかなと思いますのでね、ここからちょっとね、後半戦、4月のね、追い込みウィーク後半戦、なんとかね、ちょっと白星重ねて、アベレージ上げて、ちょっとでもね、取り返したいと思います。はい。というわけでね、頑張っていきたいと思います。 はい、えー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、終わります。